今日午後、福岡市で全国の動物園と水族館による研究会が開かれ秋篠宮さまが出席されました福岡市内のホテルで開かれた動物園技術者研究会には全国50の動物園などからおよそ100人が参加しました会を主催する日本動物園水族館協会の総裁を務める秋篠宮さまも出席されました 研究会では繁殖や飼育環境獣医学について研究発表が行われました秋篠宮さまはその後福岡市動物園を訪れ国の天然記念物で絶滅危惧一 a 類に環境省のレッドリストで指定されている対馬山猫の繁殖に向けた取り組みを視察されました秋篠宮さまは野生ではどんな餌を食べているのかなど関心高く質問されていたということです